皆さんこんにちは。宇部市長チャンネルへようこそお越しくださいました。今、子どもの貧困が深刻化しています。子どもの貧困の大きな要因として養育費がきちんと支払われていないということが挙げられます。一人親家庭の約 56% が養育費を受け取っていないということが分かっています。その背景にはそもそも養育費のことを決めていない、また決めていてもそれを受け取っていないということが挙げられます。養育費は子どもたちの生活を守り将来を作る大事なものであります。この支払いが行われていないということは深刻な問題です。そのような状況を受け、宇部市では法務省のモデル事業として養育費に関する相談のサポートを実施しています。養育確保サポートの4つの事業ですが、まず弁護士による無料法律相談、次に公正証書調停審判申し立て、強制執行申し立て費用の補助、母子・父子・自立支援員の同行、裁判所手続きのオンライン案内、これら4つの事業を行っているところです。養育費は子どもたちの成長に必要なものです。宇部市はしっかりと養育費を確保し、子どもたちが夢に向かって進んでいける、そんな環境整備に取り組んでまいります。お困りの時はお気軽に宇部市相談窓口へご相談ください。